で、マジでキモいこと言っていい？え、ちょっと待って、ちょっとキモすぎるかもしんない。キモいキモいキモい。ウルパチに採点してもらおう。めっちゃおもろいけど、プリスポ NG 出ちゃう。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。某バラの合コンサーバーでグラビアアイドルの人と繋がったけど、何話してりゃいいかわからん。お前すごいな。それをマジで物にした方がいいぞ。じゃあマジアドバイスしていい？ちょ、今あんま、あれでしょ。1600人。まあ！あのね、グラビアアイドルの人とか、無限におられてるわけよ。無限マジで。一生耐えないよ、その人。もう、ヘコヘコされるのには飽きてます。そのグラビア女優をゴミだと思え。相手の気分を伺ってるとお前は負ける。一か八か出ないと、いや一か八か出るのが普通だから。恋愛は一か八か出ないやつが負けるから、うぞうむぞうになるぞ。お前が目立つためにはそこで雑に扱うんだよ。お前がそのグラビア女優の人をゴミだと思ったら余裕が見えるから。で、マジでキモいこと言っていい？え、ちょっと待って、ちょっとキモすぎるかもしんない。お前らの前で言いたくない。あー、言いたくない。えっとね例えば相手が使う絵文字とか藁を合わせる。例えば相手が藁を使ってたら、こっちも藁を使うと。うん、藁だったら、藁だったら、藁を使うんだよ。これは、もう前提条件として、やってほしい。相手が藁なのに、こっちが W 使うのは、まあ結構まずい。これ、俺の これ、俺がよくやるというかあれなんだけど、映画とかの話になって、ショーシャンク好きだよ。って言うんじゃなくて、ショーシャンク好きだよで起きる。いやでも普段からこういうベースにしときゃ別に違和感ないし。いや、露骨。普段からこのベースでやってくのね。文章をさ、バラって書かれるようにさ、俺一個一個なんか、分けるわ。でもこれは説明書にするとマジでキモくて笑ったわ。それ意味ある？いや、俺は意味があると思ってるっていうか、俺がされたら嬉しいなっていうことをしてるから。ショーシャンク好きだよって言ったらさ、ショーシャンク好きだよのまんまで伝わっちゃうかもしんないじゃん。ショーシャンクと好きだよを厚く分けたら、なんかその好きだよが若干なんかでいい風に作用する人が10人のうち1人にいるかもしんないじゃん。で、LINE ってたくさんするじゃん。10人のうち1人がなんか作用するかもを繰り返していったら、その人に作用する1個がなんかヒットすればいいなっていう感覚でやってる。ウルパチに採点してもらおう。ウルパチ LINE 採点？めっちゃおもろいけど、プリスポ NG 出ちゃう。だっていいって言えねえだろ、めっちゃ良くても。もしウルパンチがギュンギュン来てたらどうする？最高みたいな。でも、うんって言えねえだろ。鼻低いんですけど、どうやったら高くなりますかね。整形すれば？もうさすがに整形、ある程度、拒否反応とか減ってきたんじゃない？まだ高校生？高校生ならなんか、たくさんなんか落ちてんじゃないの？グッズとかも出てんじゃない今。
球ってやるやつ。高校生だったらまだそういうのたくさん試せるだろ。いろんなこと試して、で、社会人になってもうダメだってなったら、社会人になったやつが大学生が、大学生でバイトとかで貯めて、社会人になっちゃうと整形とかできないからさ。長い休みないと。鼻の整形とか多分ここら辺カットとかすっから、こうやってピッて。ダウンタイムがね、発生しちゃうんだよね。だから学生の時までに整形は判断した方がいいと思う。あとそうだ！高校生の時のね、自分のビジュアル的な、なんかそのコンプレックスって、もうちょっと経つとね、そうでもなくなってるよ。今そんな悲観してるかもしんないけど、あと2、3年経ったらどうでもよくなってるかもしんないし、どうでもよくなくなってたら、やればいいさ。高校生の時ってすげえそういうの考えんだよね。俺も若干目がガチャってんだよ。こっちの目とこっちの目若干違うの、大きさが。すげえそれ気になってたんだけど、そういうのも気になんなくなるしね。俺も能力者レベルで、手汗すごいけど、学生の時より並んでない。俺も、代謝高いから、汗とかすごいけど、今気になんないしね。今ね、俺だって逆に、サウナ行った時一人汗出るからラッキーと思ってるもん。学生の時とか、体育の授業とか、マラソンとかやったら、人よりなんかその、体操着が背中にベタってくっついて、あいつめっちゃ汗かいてるって見られるのやだなーと思ってたけど、大人になったら逆にそれがいいしね。代謝良くて。人より汗やすいよ。ラッキー。ちょっと時間が経ったら感性変わることあるからさ。まあでも整形するって自信につながるから、こっちから見るとあんま変わんないんだよ。でも本人がしたっていう事実が大切だから、そういうのって。整形してるやつを見てて危ねえなと思うのが、やっぱり一発目からドカンといくやつってなかなかいなくて、ちょっとなんだよね。最初ちょっと注射打ってみたり、ちょっとなんかここら辺切ってみたりっていうのを繰り返してると、これ痛くなかったし、私これ痛み我慢できるんだ、じゃあちょっと唇大きくしちゃおう、じゃあこれ鼻でかくしちゃおうかなみたいな、どんどんレベルアップしていくと思うんだよね。そこをどう自分で止めれるか。整形をしすぎると分かるよ、分かる人には。俺分かるもん、涙袋とか明らかに分かりやすいからね。あ、顎のここは分かりやすいね。ここいって笑うと、ここにお皿みたいなのがピンって出る。でも別にそれで本人が納得できて可愛いと思えて、なんかそれで背筋が伸びんだったらいいなと思うし、俺は整形してる人別に嫌いじゃないから。チンコサプリ、お前ら本当にチンコサプリ多い。本当に20件ぐらい DM 来たって。気になってるやつ多すぎんだよ。買えばいいじゃん、そんな気になるんだったら。そこら辺でマジで買えるよ。直輸入サイトとか使わなくても。俺がどこで買ったか教えないよ。チンコなんて平気あればいいのに。でかくても言ってるだけやぞ。でかさで言うとそんなめちゃめちゃ変わるわけじゃないよ。そして、ああいうのって。でかさがめちゃめちゃなんかもう極限に変わるってものは漫画のせい、あれは。あれは、回数と硬さかな。俺だって何回かのあれだもん、筋トレするもん。そのための内転筋ってのを育てるんだよ。ゲーマーは多分ね、1回で果てちゃう人多いんじゃない。だって座ってるもん。座ってると腰回りのなんか筋肉血流とかが腐ってって、それできないと思う。それ筋トレのモチベーションにつながれてそうだから詳しく教えて。俺はついに、チントレ、筋トレを君たちに教え出すの。お尻のキュッと締めんのもいいんだよ。あれに。で、こう力がつく。それで、あとスクワットも、ここの筋肉を意識しないといけないの。だから、普通のこういうスクワットじゃなくて、足開くんだよね、外側に。外側に開いて、ガニ股スクワットがめっちゃ効く。ワイドの方が、これにはいい。ワイドスクワットしてたらすぐ効果出てきたわ。その効果出てる状態で、俺の配信にコメントすんだ、キモいから。すぐ効果出るはずがないから、めっちゃバカだな、お前。プラシーボの根源すぎないか。出ねえよ、そんなに。お前人生なんか辛いことなさそうだね。壺とか買うのよ将来。